こんにちは、川辺真由美と三姉妹のサニーのリビングでたわいもないお話です。サニー、お元気ですか？はい、今日はですね、めちゃくちゃ暑いです。今温度何度だろう。今 31.9 度あります。お天気で暑い暑い。あら、サニーちゃん、ちょっとお顔見せて、お顔見せて、こんな感じで、だと、ちょっとサニーちゃん、お顔を上げとってくれんかね。はい。いやいやいや、暑いです、暑い暑い、暑い。暑いです。年を取ると、こういうセンスが似合うようになります。はい、ということでございまして、あ、そうそう、私、子供の頃、日本舞踊を習ってましてですね、まあこれ先生じゃなく扇ですけど、なんか扇でこうやって踊ったりしておりました。はい、どうでもいい話ですいません。暑いんでもう頭の中が変です。はい、ということでございまして、今日はですね、近況をお話しいたします。前私頑張りますって言いましたけど、もうめちゃくちゃ今頑張っております。もうずっと、今ですね、本を出そうと思いまして、まあ、出すと言ってもどこの出版社からもお声はもちろんかかってないです。ただ、私がこの数年間、柴犬のルーツが医師という犬であることを知って、それからまあ本を読んだり聞き取りをしたり、全国各地でいろんな方のお話を伺ったり、で、不思議なこと、奇跡的なこと、偶然のこと、ラッキーなこと、いろんなことがありまして、今に至っております。それがあまりにも、異次元の話もドラマティックだし、柴犬の物語もドラマチックだし、ドラマチック、ティック、どっちでしょう。で、私自身のその創作の旅も、ものすごく面白い偶然のこう重なりがあって、これは絶対面白いから記録にしようと思って、ただ記録にするにしても、自分で日記書くような感じだと、こう怠け者だからやりませんので、そうだ、これはもう確実に、本にしようと。まあ、本にしようと言っても、どこからも暑いです。今もうどんどん、どんどん温度が上がって、過去最高に暑いです。はい、強運の犬という。ものを書いて、今そうですね、もう遂行に遂行、構成に構成を重ねて、あと一息ですね、出来上がるまで。そしてこれは前にもお話ししましたが、ちょっと自費出版をするような経済的な余裕もございませんので、この、Amazon プリントオンデマンドシステムを活用して、本を作ろうと思ってます。そうですね、多分これの3倍くらいの厚さになるんじゃないでしょうか。これは見本ですね。はい、でこれで、ぜひできる限りもう今月中には出したいと思いますので、よろしくお願いします。はい、でですね、これはい、これは、地元の方に頼まれて私が作ったパンフレットなんです。これ3枚になっております。これはパソコンの、私は Mac を使っておりますが、Mac に、Windows だと Word というのがありますけど、Mac は Pages というのがあります。その Pages っていうのが、いろんなフォーマットがあるんですよ。そのフォーマットにこの三つ折りパンフのフォーマットがあって、だからそこに写真を貼り込んだり文章を入れたりこういろいろして、完全に自分の手作業で作ったパンフレットです。はい、柴犬の聖地、ここは柴犬の聖地、四号の里ということで、中はあ、これが医師が飼ってた、飼われてたお家ですね。この素晴らしいロケーションなの。もう絶対これ、ここの場所を見た時にもうこれ絶対映画にこのまま使えると思いました。はい。それから、医師の子供たちとか、
ね、このパンフがあります。このパンフは私のホームページからでも見れるようにしておきますので、興味のある方はぜひご覧になってください。中村鶴吉さんですね。はい、ということでございまして、もうとにかく近況としましては結構ぐわーっと頑張っております。で、あ、そうそうそう、で、うちではちょっとプリントアウトができませんので、はい、タイトルやなんかはこれから検討しようと思ってるんです。今赤字がいっぱい入って、なんかプロの小説家みたいで面白いですが、これはあのうちの夫が赤字を入れました。うちの夫はあの昔印刷関係の仕事とかあの企画とかそういうようなことをやってましたから、構成がすごい得意なんですよ。だから私は彼を赤ペンのヤスって呼んでるんですが、赤ペンのヤスがずっといろいろですね、例えば数字確認しても漢数字だとか、漢数字でも11って書くの、121って書くのか、11って書くのか、ね、それか、10も、11、丸にするのか、10にするのかとかありますよね。そのあたりのことも、こう、数字がいっぱい出ますので、こう、バーっと、こう。これが今、A4 で、A4 で70枚ぐらいですかね。まだもうちょっと加筆して、これ本当はこれの倍ぐらいあったんですよ。ね、私はもう本当にもう欲張りなんで、これも入れたい、これも入れたい、これも入れたいって言って、そしたらどんどん面白くなくなるので、今度はこれを取る作業、これはいらない、泣く泣くわーとか言って取る作業で、だいぶスリムにしました。でもこれで。嬉しいです。頑張って、これを本にして、Amazon で。販売したいと思う。なんか不思議な世の中ですよね。アマゾンで素人の人が適当っていうか、まあ私的には頑張って書いてますけど、それをオンデマンド、プリントオンデマンドシステムとかでなるんです。ただね、結構ね、やっぱりね、こうほら、いろいろ難しいんですよ。マニュアルを読んだら、もうなんかすごい複雑で、頭がついていけないんですよ。もう見るからに、こんな、高齢な、くるくる状態ですんで。いや、高齢がくるくるじゃないんですよ。私がくるくるなんですよ。で、それでですね、まあ、もうわけわからんですよ。わけわからんけど、わけわからんけど、もうとにかく、努力して努力して努力して努力の上にさらに努力して努力して努力して、それでもまた努力して努力して努力して、なんとか形にしたいと思いますとか言って、1ヶ月後に「え、何ですかそれ」みたいになってないように、まあここまで持ってきたんで頑張っていきたいと思います。まだまだなんですが、はい、ということで、頑張るおばあさんでした。ワンちゃん、ワンちゃん、ワンちゃんが出てくれないと、ちょっと困るんですのよ。あなたしか頼るものがないのでね。はい。今日は本当は、夫の草刈りを取ろうと思ったんですよ。今すごいんですよ、うちの庭。もう、草原。もう、70センチぐらいの高さの、草や花や、こう、麦っていう、麦じゃないですね。なんかピーって伸びて上の方に麦麦麦みたいなのがあるやつとか、もうすごいことになってます。はい。あら、サニーちゃんがなんかいい感じでおりますね。サニーさん、今日もなんか被ってみますか？サニーさん、何にもないね。サニーちゃん目が大きいね。真っ黒でね。猫がいたよ。猫。はい、ということで、頑張ってます。頑張ります。はい、ありがとうございました。あれ？
え、どういうこと？仰げってこと？